心躍る美味しい競技でしたわね。顔は少し汚れてしまいましたけれども、ですが未知の領域ともいえる小麦粉の中から自分の感覚だけで飴を見つける行為は、美食を探求する過程とどこか似ているような気がして、とても新鮮でした。あ、そうです、先生いかがでしょう。先ほど取ったこの飴、分けて差し上げましょうか。